世界の終わりの最新曲、ロマンティックが、TBS 系金曜ドラマ、Q ボーダーの主題歌に決定した。ドラマ、Q ボーダーは、本日4月19日から、放送スタートする金曜ドラマだ。川口春奈が主演を務める同ドラマは、19歳、29歳、39歳と、各年代の、ラスイコール Q ボーダー真っただ中の3姉妹が、父の突然の失踪を機に一つ屋根の下に集結。ラブ、ライフ、リミットの3リットルをテーマに、それぞれの年代特有の悩みにぶつかりながら、仕事に恋に立ち向かい、幸せになりたいともがきながら、人生を前向きに進んでいく姿を描いた、完全オリジナルのヒューマンラブストーリー。主人公、大場奈々、奈江を演じる川口春奈をはじめ、奈々奈江の姉、鳴沢睦月役に、木南晴香、妹、大場八海役に、畑めぐみ、さらに物語のキーマイ光太郎役に、松下幸太らほか、井野脇海、木戸大成、優、伊藤俊介、オズワルド、柳井ゆめな、兵藤勲海などが脇を固める。以下に、主演の川口春奈、プロデューサーの新井淳子、世界の終わりの深瀬のコメントをお届けしたい。最初に聞いた時に優しい気持ちになりました。同時にちょっぴり切なくなり、演じている奈々奈を応援してくれるような、肯定してくれるような、そんな優しい曲を作っていただけて大変嬉しいです。ドラマの世界を彩ってくれる最高に素敵な曲です。川口春奈、直接メンバーさんとお会いして思いの丈を話させていただきました。初めてデモが届いた時、現場のスタッフみんなで聞いて、ぴったりすぎると飛び上がったのを覚えています。切なさもあり、温かさもあり、ドラマに魔法がかかるような春らしい楽曲にしていただきました。歌詞にははっと気づかされる部分もあり、聞けば聞くほど味わい深い主題歌になったと思います。現場でも楽曲を流しながら撮影に励んでいます。ぜひご期待ください。新井淳子、プロデューサー。この曲は、先日結婚した妹が今のパートナーに出会う前の時期をモデルにして歌詞を書きました。なエンディングを彩らせたらと思います。深瀬、世界の終わり金曜ドラマ Q ボーダー、放送日時4月19日金曜日、スタート毎週金曜よ11時54分、初回は15分拡大よ11時19分。出演者、大場奈々、奈江、川口春奈、鳴沢睦月、木南晴香、大場八海、畑めぐみ、松島作、井野脇海、高木陽太、木戸大成、鳴沢邦夫、山中智、梅津健、伊藤俊介、オズワルド、森岡久美子、内田寺、新浜義則、岩谷健二、西尾双葉、柳井夢奈、八木千尋、奥村義恵、稲沢大われ、矢崎博下、千葉名祐介、兵藤勲海、辻元敦子、優光太郎、松下洸平制作、TBS スパークル、 TBS 脚本、金子アリサ音楽、ジズ主題歌、世界の終わり、ロマンティック、ユニバーサルミュージックプロデュース、新井淳子協力プロデュース、阿部麻美演出、福田桃子、坂上拓也。公式サイト、https://www.tbs.co.jp/QBORDE、 エコパアリーナ4月13日土曜日広島、グリーンアリーナ4月14日日曜日広島、グリーンアリーナ4月20日土曜日福井、サンドーム福井4月21日日曜日福井、サンドーム福井4月27日土曜日北海道、北海道総合体育センター北海北エール4月28日日曜日北海道、北海道総合体育センター北海北エール5月5日日曜日東京、国代々競技場大体育館5月6日
葛飾東京国代々競技場大体育館5月11日土曜日福岡マリンメッセ福岡 A 館5月12日日曜日福岡マリンメッセ福岡 A 館6月1日土曜日埼玉スーパーアリーナ6月2日日曜日埼玉スーパーアリーナ6月8日土曜日長野ビッグハット6月9日日曜日長野ビッグハット6月12日水曜日大阪城ホール6月13日木曜日大阪城ホール6月22日土曜日兵庫ワールド記念ホール神戸ポートアイランドホール6月23日日曜日兵庫ワールド記念ホール神戸ポートアイランドホール7月12日金曜日愛知ポートメッセ名古屋7月13日土曜日愛知ポートメッセ名古屋7月17日水曜日大阪城ホール7月18日木曜日大阪城ホール7月25日木曜日徳島7月26日金曜日徳島8月10日土曜日神奈川県アリーナ横浜8月11日日曜日神奈川県アリーナ横浜8月12日葛飾神奈川県アリーナ横浜全国15会場33公演チケット一般発売開始一部公演を除く2024年2月17日12日指定席注釈付き指定席立ち見チケット料はすべて1万1000円税込み。